このまま婚姻を進めた場合、あなたに影響はさほどありません。しかし、ヒイラギ様の方には何かしらあると考えた方がいいでしょう。僕もその可能性を考慮していなかったわけではありません。ただ、彼女と結ばれたいという思いの方が勝ってしまったのです。だから、佐都さんを守るためなら何でもすると、そう彼女に約束をしました。ええ、お気持ちはお察しします。ただ失礼ながら、彼女はそもそもあなたの庇護を必要としていなかったのではないでしょうか。考えても見てください。あなたが彼女が守られなければ大変なことになると思った時点で、彼女は何か失っていることになるのではないでしょうか。あ、そんな。あなたを責めるつもりはありませんよ。大切な人を守りたいという気持ちは当然ですから。それに、あなたはとても聡明で優しいお方。心配のあまり混乱さえしていなければ、もっと慎重に考えることができたはずです。あなたの愛するヒイラギ様は、きっと自立心が強く、優しく、決して屈しないお方なのでしょう。しかし、もし彼女がこのままあなたと婚姻を結べば、これから先、あなたにもたれかかることになってしまいます。それでも、問題ないのでしょうか。僕は、心から彼女を愛しています。この身を捧げても、彼女を幸せにしたい。だからこそ、彼女が苦しむ姿はもちろん、利用される姿も見たくありません。神里様のおっしゃる通りです。僕の今までの考えは、あまりにも稚拙で、自分本位でした。ただ、もう手遅れなのではないでしょうか。すでに、あちこちに布告が。私に策があります。しかし、この策には、悪役が必要です。